東レパンパシフィックオープンでは初の試み、期間限定レストランクラブセントラルバイネスレがオープン。店内は世界の一流プレイヤーたちの歴史で彩られています。 My job is always to create stories on the space design and to create an illusion for the guests. So we gave the illusion this time that they will eat on the central court. レストランに来たケルバー選手も店内に浮かび上がるコートに驚きの表情を見せていました。ここでは10年連続ミシュランの星を獲得している松島圭介氏がプロデュースした料理を楽しめます。今回の、メニューのコンセプトはフランス語でトロンプドゥユっていう言葉があるんですけど、目をまず騙すということをテーマにした料理をいくつか用意しています。大会で PPO っていうタイトルがついてますので、パッションフルーツとそれからパイナップルとオレンジで PPO になるように特別なっていうことで用意しています。まあ、料理としてはこのマギーのコンソメであったりブイヨンとかなんですけど、野菜の味がこう際立って一つ一つの野菜の味もこう浮き出るような感じでこう仕上がってるので、もっとこう野菜を美味しく食べれるんだねっていうような感じのメニューになるように今日は用意しています。大会期間中はこちらのレストランに毎日いますので、ぜひお料理の方楽しみに来てください。